浅野忠氏は、日本の法務官僚、臨床心理士、心理学者。学位は、マスター・オブ・アーツ。元文教大学人間科学部准教授、公益社団法人埼玉犯罪被害者、援助センター理事。甲府少年鑑別所鑑別部門統括専門官、東京高知省分類部統括強制処遇官、千葉刑務所分類審議室、統括強制処遇官などを歴任した。 日本の臨床心理学者、及び犯罪心理学者である。一橋大学、横浜国立大学大学院で学んだ後、法務技官となり、東京少年鑑別所や千葉少年鑑別所の鑑別部門専門官を経て、川越少年刑務所分類審議室調査専門官、甲府少年鑑別所鑑別部門統括専門官、東京高知所分類部統括共生所宮官、 千葉刑務所分類審議室、統括強制処遇官などを歴任した。南入りの医大学大学院にて、マスター・オブ・アーツを取得し、法務省退官後は、文教大学にて、人間科学部准教授に就任し、更新を育成した。岐阜県にて生まれた。一橋大学への進学を機に上京し、社会学部にて学んだ。大学生の頃は、多数の書籍を読んでいたが、 その際に、医学者のアンリエ・ランベルジェが表した無意識の発見、力道精神医学発達史に感銘を受け、心理学に興味関心を持った。一橋大学を卒業すると、横浜国立大学の大学院に進学し、教育学研究科にて学んだ。大学院生の頃は、複数の臨床現場に携わるなど、関心のある領域を広げていった。 横浜国立大学の大学院における修士課程を修了した。それに伴い修士の学位を取得した。かつて勤務していた東京高知書法務省に議官として採用され、法務省の施設登機関である少年鑑別所に勤務した。1995年4月には東京少年鑑別所の鑑別部門にて専門官となり、 1996年3月まで勤めた。1996年4月に千葉少年鑑別所に移動し、鑑別部門の専門官を1997年3月まで勤めた。1997年4月に再び東京少年鑑別所に戻り、鑑別部門の専門官を1999年3月まで勤めた。法務省の施設登記官である。 少年刑務所に勤務することもあり、1999年4月には、川越少年刑務所に移動し、分類審議室の調査専門官を2001年3月まで、務めた。2001年4月から2002年3月にかけては、再び、千葉少年鑑別所にて、鑑別部門の専門官を務めた。2002年4月に、甲府少年鑑別所にて、 官別部門の統括専門官に承認し、2003年3月まで、勤めた。法務省の施設等機関である高知所に勤務することも、あり、2003年4月から同年7月にかけて、東京高知所の分類部にて、統括強制処遇官を務めた。2003年8月、アメリカ合衆国に渡り、南イリノイ大学の大学院に進学した。大学院生の頃は、 刑事司法について学んでおり、特に犯罪の被害者に対する支援について研究していた。アメリカ合衆国においては、打者と差異があることについて不自然さを感じないという、国民性に共感を覚えたという。また、自身も異文化に適応しようと努力した結果、自らの成長を実感したという。2005年5月、南イリノイ大学の大学院における修士課程を修了した。 それに伴い、マスター・オブ・アーツの学位を授与された。なお、同年1月より、法務省に復職しており、法務省の施設等機関である刑務所の一つである、千葉刑務所に配属され、分類新技術の統括強制処遇官に就任した。2007年3月まで、統括強制処遇官を務めており、法務省を退官した。文京大学学園が設置、運営する。 文教大学に採用され、人間科学部の准教授を務めた。人間科学部においては、主として臨床心理学科の講義を担当した。また、犯罪の被害者に対する支援など、社会的活動にも取り組んでおり、公益社団法人である、埼玉犯罪被害者援助センターにおいては理事を務めていた。2020年3月16日、 埼玉市浦和区の埼玉地方裁判所前で埼玉少年鑑別所職員の妻を刺し死亡させたとして現行犯逮捕、送検された。その後、文京大学は同年4月30日付で懲戒解雇処分にしたと明らかにした。専門は心理学であり、特に臨床心理学や犯罪心理学などの分野の研究に従事した。具体的には、 心理検査、心理アセスメントなどを研究しており、包括システムや力道的解釈に基づくロールシャッハテストや描画法の一つである SHTP に関する業績で知られている。また、飛行、犯罪心理学などについても研究しており、加害者に対する心理教育の実施と効果の測定や、被害者に対する心理的援助の実践に関する業績で知られている。 学生たちに勧めたい書籍として、医学者の杉山敏郎が上司した、発達障害の子供たち、心理学者の上柴隆弘が上司した、臨床、ロールシャフ派解釈の実際の改定像補版、ハワード・ゼアが上司した、責任問い足、修復的正義の実践ガイドの3冊を挙げている。学術団体としては、日本ロールシャフ派学会、包括システムによる日本ロールシャフ派学会、 日本心理臨床学会、日本犯罪心理学会、日本犯罪社会学会、日本鬱病学会、日本病画テスト、病画療法学会などに所属した。ありがとうございます。